まず番号選ぶね。はい。もんちゃんそのバリオ、はい、人気ナンバーワンのこのバリオ言ってみましょうかね。はい。4ですね。はい、4番押します。はい、もう本当重いな。持っていただけば分かると思うんですけど、うん、もう重くて、うん、で本当に麺の量がすごいので、麺を意外麺をはいはい、はい、今入りました。さすが二郎系ですからね。ちょっと止めましょうか。はい、はい、じゃあ止めます。はいはい、あの有名店の味が勢ぞろい、冷凍ラーメンの自販機ヌードルクワークということで書いて、ポイントがその有名店の味が勢ぞろいということで、はい、東京、それから東京、新潟とかの濃厚つけ麺とか、あと特味噌こってりラーメンとか、あとですね、新潟の上越豚骨ラーメンとか、そういうものがどうやら買えると。そうですね、なんか本当になんていうんですかね、若者が大好きそうな、うん、なんかラーメンがあったりとか、うん、この特味噌こってりラーメンとかね、ありますね。この時期良さそうなね感じのラーメンがたくさんありますね。そうですね、設置した方にお越しいただいているということで、はい、こんにちは。こんにちは、お世話になります。お名前教えてください。はい、倉敷店の小松原と申します。よろしくお願いいたします。ヌードルツアー倉敷店という、はい、ってことはこれ他のところにもいろいろあるんでしょうか。そうですね、岡山でしたら津山のインターの方に一つ、置かれているようで、岡山県南部にはうちが初上陸ということで置かせていただきました。またどうしてこのようなものを置こうと思ったんですか。はい、そうですね、なかなかコロナで遠くに東京とかこう遊びに行けないところで、なかなか並んでまでその食べに行けないっていう、でそこで冷凍ラーメンをこう手軽に自販機で購入していただいて、有名ラーメン店の味をご自宅で食べていただければなと思いまして、ここに置かさせていただきました。このまあ今いわゆるレンタルスペースの、はい、一角に、はい、ポツンとこの自販機が置いてます、はい。まあ、決してその周りですね、お店がたくさんまああるようなところじゃなくて、どっちかというと郊外の住宅街で、はい、あとレンコン畑だとかね、近く周りはそういう、まあ、どっちかというとのどかな場所ですが、はい、ここに設置した意味とか理由はあるんでしょうか。はい、ちょうど、水島、倉敷、小島の方から、玉島、鴨方、笠岡、その方がこう通られる大きい道が目の前にありますので、皆さんの目に留まっていただけるかなと思いまして、ここに設置しました。なるほど。というか、確かに駐車場もね、はい、目の前にとか、止めやすい。止めやすいですね、もうどこにでも、はい、空いてるところに止めていただいて、ゆっくり見ていただければ。すいません。普通にしたらいいんですか。はい、まずこの液晶でこの番号がついてますので、はい、この番号で商品の方を選んでいただいて、うん、このタッチパネルの番号を押してください。まず番号選ぶね。はい、もんちゃんそのバリオ、はい、人気ナンバーワンのこのバリオ言ってみましょうかね。はい、4ですね、はい、4番押します。押した。画面に写真がちゃんと出てきます。あ、写真が出ますね。で、ご確認いただいて、で買う、買う、ひらがなで買う。はい、はい、押した、はい、で1000円、はい、今購入。紙幣は1000円札しか使えない。1000円札しか使えないそうです。はい、まあ、商品搬出していきます。お、出てきます、まもなく。おお勢いよく、あ、出てきました。おお、あ、弾けてました。弾けてます。弾けた。何が弾けた。勢いが良すぎる。あー、こんなことめったに。いや、勢い良すぎて開いてしまいましたです。結構でも本当重いな。持っていただけば分かると思うんですけど、もう重くて、うん、で本当に麺の量がすごいので。あ、そう。本当に女性の方でしたら、うん、こう半分の、お子様と半分で食べていただいてもいいと思います。はい、はい、わあ、じゃあちょっとこれ帰ってね、はい、ちょっと試食してみましょうか、これね。はい、いただきましょう。はい、はい、じゃあ本当ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さ
山陽本堂に帰ってきまして、お疲れ様です。これから先ほどの冷凍の、ラーメンを茹でてスープも湯煎して、食べるための準備を進めていきます。はい、盛り込む感じで10分から12分ですね。麺を湯がい、麺をちょっとね、はいはいはい、はい、今入りました。さすが二郎系ですからね、麺が太いですね。はい、じゃあちょっと様子見ましょう。はい、おお、いい感じや。ああ、いいですね、いい感じ溶けてますね。はい、ゆっくりいきますか。ちょっとね、あんまり、まあ、いいんじゃない。いいです ね、よかったです。いい感じかな、もういいかもしれんな。ですね、もう全部通して、ね、いいよね、溶けて。じゃあちょっと止めましょうか。はい、はい、じゃあ止めます。はいはい、ここに、はい、チャーシュー、おー、トロトロのトロのチャーシュー、厚めのチャーシュー、おお、よっしゃ、はい、すごいですね、2人前ぐらいいけましたね。いったね。すごい、もうラーメン屋さんに来たかのような香りがこの部屋に立ち込めて、豚骨とね、豚骨醤油のほんとちゃんと背脂もいっぱいしっかり入って、ね、もちろんあの他のね、ネギとか野菜はないんですけど、じゃあちょっともういただきましょうよ。はい、じゃあいただきます。いただきます。あ、いい香り、麺を混ぜると、うん、うまい、うまい、うまいな。あ、いいね、麺も全く美味しい、うん、ね、全然美味しいですね。全然伸びてもないしですよ、皆さん、あの、どっちかというと悪条件の中で麺を茹でたんですけどこれだけ立派にしっかりと、ちょっと固めんでね、固めでね、ですね、美味しいじゃない、これ十分満足です、うん、うん、俺はいいわ、うん、美味しい、いや、びっくり、うん、2人前ぐらいの量が入ってますんで、2人ぐらいでも楽しめるぐらいの量です。1人だったらちょっと多すぎるかもしれない麺の量がね、間違いないです。チャーシュー、トロトロに煮込まれた厚めのね、1センチもないぐらいかもしれないけど、まあ、大体1センチぐらいの厚みのチャーシュー、うん、うん、あ、おいしい、おいしいね、おいしいね、おいしいですね、柔らかいです、おいしいです、うん、スープ、おお、ガツン系の醤油のちょっと濃い口な感じがいいんじゃないでしょうか。若者に大人気の二郎系が、このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。